はい、ですね、ケージの方を、新調いたしました。かなりね、大きなケージ、用意しました。前のは確かね、60cm×45cm だったんですが、今回のはですね、幅 90cm×、奥行き 60cm ということで、一回りね、大きくなっております。一番ね、やっぱりこのトイレがね、ちっちゃかったので、このね、トイレを大きくできたのが良かったなと思っております。はい、まだね、声なそうなので大丈夫かなと思ってますが、バーベキュー用の金網も1個持ってこないとダメかもしれないですね。お腹が減っているようです。で、他にはですね、まあ、このトイレ用の、消臭スプレーと、あとね、これ猫用の爪切りバサミですね。これをね、買ってきてみました。あとね、チュールの、総合栄養食とかっていうのがあるらしいんですが、探したところですね、ちょっとホームセンターに売ってなかったので、今度ね、ペットショップでも巡って、チュールのね、総合栄養食のやつを探してみようかなと思っております。じゃあ、ライちゃん、餌にしようか。餌っていうか、ご飯にしようか。餌だとなんかな。はい、あった、朝ごはん作ってきました。で、普通にあげるとね、ちょっと戻しやすいので、このね、100均で買ってた瓶がね、ちょうどライちゃんが餌を食べるのにちょうどいい高さなので、ここにね、餌を置いて、はい、どうぞ。ちょっと昨日と違う餌だけど食べる。あ、来た来た来た。こうやってね、ちょっと立たせる形で、餌をね、食べさせております。これでね、より胃袋の方にね、餌が流れやすいかなということで、こうしてますね。はい、はい、前にね、買った、爪切りバサミがありますんで、これでね、ちょっとライちゃんの爪をね、また切ってみようと思います。使い方は、まあ普通にハサミみたいな感じで切ればいいんですかね。ちょっとさっきまで落ち着いてたのに、もうカメラ回したら興奮し始めたよ。前にね、爪切りした時もだいぶね、落ち着いてから、切ったのでよかったんですが、今回は大丈夫でしょうか。はい、時刻はね、夕方でございます。今からね、ちょっとライちゃんの体重をちょっと待って測ってみたいと思います。本当は朝に測った方がいいんでしょうけど、よいしょ、はい、じゃあ乗ってください。はい、思ったよりあるぞ。 580g ですかね、現在の体重。ライちゃんの現在の体重 580g でございます。 200g か 300g ぐらいかなと思ってたんですけど、倍近くありますね。ちょっと調べてみますか。はい、ですね、体重の方詳しく調べ、あ、詳しくではないんですけど、さらっと調べたところ、1ヶ月ぐらいの子猫でだいたい 500g ぐらいで、1ヶ月半ぐらいで、600から700g らしいです。で、ライスが何日だっけ、今30、拾ってきてから35日、そして拾った時点で多分2週間ぐらいだったので、まあ 1ヶ月半過ぎぐらいですかね。で、 580g なのでちょっと軽いですかね。まあ、もうちょっと、まあしばらくね、食べ吐き期間があった割には、体重の方ね、戻ってきてるんじゃないかなと思います。思ったよりね、平均値に近くてね、安心してますが、はい、昨日ね、一時的に下痢が収まったんですが、今日ね、また見たら下痢してました。で、ミルクがちょっと良くないのかなということで、今日はミルクなしの餌を与えております。これはモンプチと、モンプチのなんかあのスープみたいなやつと、
トライフードの砕いたやつですね、あのドクターズキティのやつを、混ぜて、ちょっとね水でこうゆるーくしたやつですねを与えております。それで意外や意外、このベッドに上がるための段差として使っていた単行本がですね、ライちゃんの、食事する場所にぴったりという。まだ食べる？食欲あるんだよな。ということで、こちらをね台として使っております。はかりの方はね、こんな感じ。思ったよりちっちゃい。5キロ用がね、2000円で、この3キロ用がね、1200円。で、5キロ用買おうかと思ったんですが、まあ、これでも3キロまで測れる。早いよ、レイちゃん。まだ早いよ。これでもね、3キロまで測れるんでね。まあ、3キロぐらいまで育てばもうね、体重測定しなくてもいいぐらい、まあもう今でもねかなりいっぱいになってきてるんですけどと思うので、ちょっと見えづらい、やりましょう。これでまだよ。はいはい、じゃあ、じゃれるんじゃないの、じゃれ、あ、ごめん、さっきねご飯はあげました。お、増えたな。676ってとこですかね。じっとしてれば多分676、これ 676g ですね、ライちゃんは。はい、よし、じゃあねライスをちょっと置いて、ちょっとこれに乗ろうか。 1kg ぐらいなってないかな。あ、変わってないな。670グラムってとこ減ったな、ちょっとな、ちょっと減っちゃったな。あと、体重が増えるところが減ってしまった。まあどうなんだろうな。はい、今からねライちゃんを病院に連れて行きます。こんな感じで、これなんだ、バスタオルを敷いて、その上にカイロですね、これカイロ敷いて、その上にねこれを敷いて連れて行きます。いいですね、ライちゃんはこのケージに素直に入ってくれるんで、好奇心が強いんでね。先住猫はもう全く入ってくれないですね、まあ、連れて行くこともほとんどないんですけど、あのまだなんですけど、セッティングまだこれ敷いてないんですけど。はい、病院から帰ってまいりました。今日はね、診察と言っていたんですが、本当に簡単な診察で、触ったりしてね、体の状態を確かめてもらって、で薬をね処方してもらってきました。まあ状態としては、特別体の中で、ね、体の中っていうかね、水分が足りないとかっていうことはないみたいですね。ただ体重がね思ったより増えてなかったみたいで、もうちょっとカロリーの高い餌をと言われてきましたので、今日から AD 化をね、今日から、大丈夫、ちょっと今ねご飯食べ終わったところなんですけどね、 AD 化をね与えていきたいと思います。はい、今日はですね普段の布団を撤去して新しく毛布を買ってきました。これ薄い毛布なんですが、ホームセンターで1980円。あ、起きちゃった。それをね敷いたらもうライちゃんがすごいふみふみしてました。しばらくふみふみしてから、もうなんか爆睡してますね。
ちょっとの刺激では反応しません。